さんこんにちは。バモダンフランス菓子オンラインお菓子教室アトリエスリエゾンの徳本さと子です。はい、こちらはシュトーレンです。クリスマスを待つまでの間、少しずつ薄くスライスして楽しむというドイツとかオランダで親しまれている伝統菓子になります。このチャンネルではお菓子作りに役立つ知識、お菓子作りがもっと楽しくなる情報やレシピをお届けしています。今日の内容を最後までぜひ聞いていただいて、よかったと思われましたらグッドボタン、チャンネル登録も合わせていただけるととっても嬉しいです。こちらの白い粉砂糖がたっぷりとまぶされているのは、キリストが生まれた時に産着に包まれている姿を表していると言われています。数年前までは毎年作っていたんですけれども、結構ね、いろんな方からいただいたり、私自身も好きでいろんなお店のものを買って取り寄せたりするんです。もうそれでね、満足してしまって、ここ数年はもう自分では作ってなくって、このように購入して楽しんでいます。で、中にはドライフルーツとかナッツとか、あと、スパイス類がですね、たくさん詰まっていて、ものによっては中にローマジパンって言って、アーモンドとお砂糖をこう練ったようなものが入っていることもあります。ドライフルーツを漬け込む洋酒というのも人それぞれで、お店によっても違っていて、例えばラム酒だったり、そうですね、ワインだったり、あとブランデーでもいいですし、私が使っていたのはフランスのアルザス地方っていうドイツ寄りの、地方があるんですけれども、そこのワインに漬け込んだりしていました。で、漬け込むのも結構早くから、3ヶ月前とかね、早い時期から漬け込んだり、遅くても1ヶ月ぐらい前にはドライフルーツを漬け込んだ方がしっかりとこうお酒が馴染みますので、早めに漬け込んでいました。もうそうすると本当にね、これでもかっていうぐらい中に一つのシュトーレンにびっくりするほどね、ドライフルーツが入るんです。初めて作った時はね、まずそのドライフルーツの量の多さに驚きました。で、次に驚いたのがバターの量です。この出来上がって焼けたシュトーレンをバターにね、つけるんですよ。かけてこう塗ったりすることもあるんですけれども、私がね、昔ルッコルドンブルーという製菓学校に習いに行ってた時に学んだのは、もうバットにお風呂のようにバターを溶かして、それもすましバターって言ってね、澄んだバターですね、それをたっぷり作って、その中にベチャンってつけるんですね。で、しっかりとバターをたっぷり吸わせたところに、この粉砂糖をたっぷりまぶすっていうように作っていました。もう本当にね、作り方を見たら、わあ、なんて高カロリーなんだってちょっとね、引いてしまうぐらいなんですけれども、スライスして食べるともうこれが本当に美味しいんですよね。で、出来たてはね、まだこうお酒の香りがなんというかこう馴染んでない感じなんですけれども、時間が経ってくるとだんだん全体がしっとりしてきて、熟成していきます。で、作り方にももちろんよるし、配合によって、例えばお砂糖を減らしているとか、洋酒は使わないとか、配合によってはね、あまり日持ちしないものもあります。ですが、伝統的にたっぷりドライフルーツ入れて、洋酒も入っていて、バターもたっぷりっていうような配合ですと、結構1ヶ月以上もっとかな、日持ちしていきます。で、こちらの方もお正月まで持ちますよってね、おっしゃっていたので、薄くスライスしながらいただきたいと思います。おそらく購入されたら1日2日で全部召し上がってしまうっていう方は少ないと思います。少しずつスライスして、ゆっくりとクリスマスまで、もしくはクリスマスを過ぎて楽しまれる方も多いと思いますので、今回は保存方法とか、どんな風にすると長く楽しめるかということをお伝えさせていただきます。まずカットの仕方です。通常皆さんね、この端からカットされると思います。私も最初はそうしていました。ですが、実は真ん中からカットする方が
いいです。これどうしてかというと、まあ、先ほども申し上げたようにシュトーレンというのはバターがたっぷりと表面にこう塗ったりしてますので、とても酸化しやすいんです。美味しいんですけれども、まあ、酸化しやすいという欠点がありますので、少しでも酸化させないために空気に触れる面積を少なくするということが大事です。で、2つをこのようにシュトーレン同士を真ん中からカットして、このようにピタッとくっつけて保存しておくと、この断面がですね、乾燥しづらくなるし、の空気に触れないので酸化しづらくなります。スライスしてまた2つをこのようにピタッとくっつけるっていう風に保存してみてください。でもちろんすごくね、乾燥しやすくなりますので、これもすでにラップで包まれていますけれども、ピタッとくっつけたものをラップで綺麗に包んでいただいて、それだけではまだ乾燥しますので、ジップ付きの袋とかビニール袋に入れた状態で、まあ、この箱にね、そのまままた戻してもいいですし、こう入れた状態でできれば冷蔵庫で保存してみてください。やっぱりね、冷蔵庫の方が安心して長い間召し上がれますので、室温でも大丈夫とは思うんですけれども、私は冷蔵庫で保存しています。はい、いかがだったでしょうか。シュトーレンを最後まで美味しく食べきるための保存方法をお伝えしました。カットするときはまず真ん中からカットしてみてください。2つをくっつけて保存することで酸化しづらくなります。ラップで巻いて、さらにビニール袋などに入れて冷蔵庫で保存してみてください。最後まで美味しく召し上がることができます。徳島のこだわり素材をセレクトした材料配送付きのオンラインレッスンを開催しています。自分史上最高のお菓子を作るための基礎をギュッとコースに詰めました。動画レッスン、マンツーマンレッスン、販売などのお仕事にも使用できます。自分の可能性を広げて、日常がキラキラ輝く人生をぜひ手に入れてください。